どうもー、藤田です。はい、ということでね、今回紹介するナンバーはこちら、ドスンとドラゴンクエスト2来ましたね。ドラクエは1と4が来て2が来るみたいなね。ちょっとね、これね、その昔間借りしたところで売ってたね、札と、あと、ファミコン通信のシールがありますけどもね。こちらのゲーム、1987年1月26日、エニックスさんより発売されたロールプレイングゲームとなっております。もちろん、堀裕二先生、鳥山明先生、杉山浩一先生、が携わっております、制作に。ドラクエは2から超人気、並ばなきゃ買えないみたいな状況になったと思うんですけども、MSX の方でも出てたんですね。危ない水着の描写が違ったりとかありましたけど、これはね、僕はお兄さんが買ってきたんですよね。買ってきて一緒にいる時は一緒にやってたんですけど、お兄さんがいない時は置いてかないんですよ。隠していったっていうね。なぜかこれ何回も言う話なんですけどもね、どういう心理だったのか、まあ汚されたくなかったのかななんてね思ってるわけなんですけどもね。なんでその後、僕は個人的に抱き合わせで買ったのかな、ルナーボールと一般的にはドラクエ3から抱き合わせっていうのは主流になったと思うんですけど、2あたりからもう東京吉祥寺では抱き合わせ商法はあったんでね、それで、買いましたね。で、このね難易度のバランスが後半につれてね、マザーに近いっていうのかな、むずいんですよ。もうむずすぎる、理不尽な即死とかもありえたりしましたからね。ただスーハミの1、2ではマイルドになってるんでね、そっちからやるのも手かなと思うドラゴンクエスト2ですね。はい、それではドラゴンクエスト2見てみたいと思います。このロゴもね、まあ、ベタにとかかっこいいですよね。まあ、音楽もそうだけど。はい、このゲームファミコンではパサードということになりますね。いいっすよ。そういえば言い忘れたんですけど、この星を探しての音楽ずっと聴いていたいですよね。ずっと聴いていますなんて言ってますけどね。タジフでいきますか。傷ついた兵士が言うんですね。ハーゴンの軍団がムーンブルクの人が来たということですね。ここはローレシアのお城。まあ旅立つ覚悟ができたならついてまいれと。王子であるということですね、主人公はね。もう早いですからね、話がね。でもこう王様がね全部教えてくれるっていうのがね、これはまた非現実的ですけどやっぱいいですよね。装備。こう剣は持ってたけど剣は持ってなかったんかいみたいなね、そうですよね。銅の剣今取ったんですからね。そしてもう外に行っちゃっていいんだけど、すげえね、2は超久しぶりかもしれないんだね。本来話したりして、でここにワープゾーンがあったりするわけですよね。行かしてくんないんですけど今ね。あと鍵で開けてったりとか。最初言うとなんて言われるんだろう。こうここ行けんだっけ？あ、行けんだ。この辺もいいですよね。切ない音楽、ほこらの音楽。これまだこれねいいんすよ本当に。絶対秘密があるじゃんみたいなことなんですよね、この街にね。このほこらの音もねなかなか。ほこらにたどり着いた時がいいですよね。数の呪文ですからね。まあこれ結構長いんですけど、序盤なんでまだ短いということですね。まあハーゴンを倒すためにみたいなことなんですけどね。こうまあ情報を集めて次行くとこを探すみたいなことですよね。まあこういうチュートリアル的なこともありつつで、まあこの人が言うようにまずは西のリーザの町を目指すということですね。宿屋とかありつつ、道具屋とかありつつ、まあ薬草とか買った方がいいんですけど、とりあえず行っちゃいますか。出た瞬間にできるみたいなね。2は背景ないですね。真っ暗ということですね。1は逆にあったんですけどね。西のリリザに向かってます。本来薬草とか持ってった方がいいですね。で、サーマルトリアの王子とムーンブルクの王女を仲間にしていくみたいなことですね。で最終的にハーゴンを倒すということですね。この橋を渡ると強くなるみたいなのも分かりやすいですよね。この辺とかどうなんだろう、結構やばいのかなやばいのかなやばいけど今薬草も何も持ってないんでね、やばいですよこれ。やばいやばい、マジでやばい。やばいけど、もうどうにもなんないんで、これ行くしかないんでね。これも逃げるしかないんじゃない？その上。お城があるけどやばい。回り込まれたら即死ですね、これね。ああ。ああ。本来薬草とか持ってきますからね。死んでしまうとは怒られちゃうっていうね。でお金が半分になるのかな。これがねロンダルキアだとあと一歩で祠みたいなところで即死、ザラキとかねメガンテで死にますからね。これリリザでしょ、ようこそみたいなね。これでまあちょっといい武器とかが揃うみたいなね。やだね、止まってきますか。足りないんかいみたいなね。死んじゃうこれ。宿屋は6だけど薬草は15っすからね。ちょっとじゃあ上の方行ってみますか。ちょっと危ないかなこれ。もう少し強くなってないと本当危ないんですけどね。もう少しってかレベル2っすからね。あ、出ない。意外に結構出ないよ。あ、ここに白がある。これとかやばそうじゃない？でも使ってみる。あ、この辺は駅なのか。敵がどう強いとかちょっとねあんまり記憶にないんでね、ここに入りますというね、ドラゴンクエスト2でしたけどもね、やっぱね懐かしいですよね。まあ、このファミコンのねやっぱ音楽がスーハミとも違うしいいかなっていうのもありますけどもね、ドラクエはねやっぱりねジャケットがかっこいいですよね。まあ、当時やっぱねドラゴンボールっていうのもありましたけど、あったというかドラゴンボール効果もありましたけど、鳥山先生のねジャケットやっぱかっこいいですよね。まあワンツースリー4ファミカセね全部ディスプレイとして並んであるだけでもかっこいいみたいなのありましたしね。あとそういえばドラクエ2はビデオ化もされたなんてアリコンさんが言ってましたよね。でそのムーンブルクの王女役の子役の方がAV 女優、セクシー女優になったっていうことも有名であるみたいなことをアリコンさんから聞きましたけどね。というのもあったみたいな感じですね。というドラクエ2、ファミコンからやってみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士